F-117 航空機 F-117 はアメリカ合衆国が開発したステルス攻撃機である。英語では F-117 と呼ばれ、愛称はナイトホーク、ナイトホーク。世界初の実用的なステルス機として1981年に初飛行を行ったアメリカ空軍の攻撃機である。レーダーから発見されにくくするため平面で構成された 独特の多面体の機体形状をしている。これにより、空気力学的に不安定な形状となっているが、操縦にフライバイワイヤーを採用し、姿勢制御にコンピュータを介在させることで安定性を確保した。1982年には部隊配備が始まっていたが、アメリカ国防総省が1988年11月に不鮮明な写真を公開するまで、 詳細は愚か存在自体が極秘扱いとされていた。機体は黒一式に塗装され、主に夜間作戦に使用されることから、アメリカヨタカを意味するナイトホーク、ナイトホークの愛称が与えられた。1983年に実戦配備がスタートし、1990年までに全59機の配備が完了した。攻撃機として、 主に重要施設への空爆を任務としており、湾岸戦争をはじめいくつかの実戦で使用されたが、撃墜による損失は、コソボ紛争における一機のみとされている。運用、維持コストの高さから2008年4月22日を、もって前期が退役したと考えられていたが、2014年10月9日に、トノパテストレンジにおいて飛行している F-117 が撮影されたことがある。 一機あたりの価格は約4、500万ドル2006年上半期。技術流出を防ぐため輸出は行われなかった。1970年代中期国防高等研究計画局 DARPA はアメリカ国内の航空機メーカー5社に対しステルス戦闘機形態の研究契約を締結した。当初ロッキード社は1960年代以降 戦闘機の開発経験が皆無であったことを理由に参入を見送られていたが、同社のスカンクワークス部長、ベンディッチの主導の元自主開発研究を行い、国防高等研究計画局に働きかけ、追加参入を成功させた。1975年8月にノースロップ及びロッキード社が招聘され、XST、エクスペリマントルセルバイバブルテストベドのプランが提示された。 これに応じて、ロッキード社スカンクアークスのトップであったディクシーラーは、電磁気学のスペシャリストのデニス・オーバーホールザーに、見えない戦闘機の開発が可能であるかどうか打診。オーバーホールザーは可能であるとの見解を示し、コードネーム、エコー1といわれるレーダー波の物体表面での反射を計算するソフトウェアを作り上げ、引退していたスカンクワークスの数学者であったビルシュローダーからのアドバイスと、 50年前のソビエト連邦で、ピョートル・ユフィンチェフによって発表されていた、電磁波の進行方向を反射面の形状から予測する論文をもとに、プロトタイプ機を開発した。ノースロップとロッキード両者のプロトタイプは、小型の短座式という共通点はあったが外観は大きく異なり、ノースロップ社のものはレーダー波の乱反射を低減させる。 ために丸みを帯機体に鋭角生じさせない形状で、当時からサンディエゴのシーパークで有名だったシャチに似ていることから、シャムとあだ名されたのに対し、ロッキード社のものは当初からレーダーを特定方向にのみ反射さるために角張った形状を持っていた。軍配はロッキードに上がり、1976年の4月から開発が開始された。多面体から構成された機体の形状は、 その飛行特性を危惧されたが、風洞での実験では予想外に良好な結果が得られた。試作機の開発には、国防高等研究計画局の予算から約3、レーレレレレレドルが支出された。性質上、この予算は公にする必要がないものとされた。試作機には、ハブブルー、ハブブルーのコードネームが与えられ、飛行テストでは、 t-2b バックアイのゼネラルエレクトリック車製の J85GE-4A エンジンを転用した。最初の飛行空力実験機 HB1001-1 号機は J85GE-4A エンジンの排気口からの赤外線放射を最小にすることに主眼を置いて設計された。細長い形状を持っていたが全体的に細身で大きさが量産機の 約60%の縮小モデルであったため重量は4173から5 6 6 9ラムと爆撃機としては軽く垂直尾翼が内側に傾斜すると量産型とは形状がやや異なる F-5 の着陸用ギアや F-16 の FBW が転用されたことで試作機2機に用した予算は3700万ドルに抑えられたという ハブブルーのスペックは以下の通り、1977年11月4日にロッキード社のバーバンクの施設で最初のエンジンテストが行われた。その後も空港が閉鎖された真夜中に限定した上でカモフラージュ用のネットが被せられて実験が繰り返された。近隣からはその騒音による苦情があったが機密は放置され、後にネバダのグルーム犬以降にその場は移された。 契約締結からわずか20ヶ月しか経っていない1977年12月1日に初飛行テストが完工される。35回のテスト飛行が無事行われたが、1978年5月6日に行われた36回目のテストで着陸に失敗。右出脚が途中まで引き込み、ロックができないと判断されたため、高度3000メートルまで上昇した後燃料を、 完全に消費しパイロットは、射出座席により脱出した。エンジンが停止した HB1001 は、背面姿勢のまま地上に落下し大破した。また、パイロットのビルパークは、射出座席が正常に分離せず降下時に重傷を負い、引退を余儀なくされた。事故前から製作が始まっていた2期目の HB1002 が、1978年7月20日、 同年3月から4月にはすでに初飛行を行ったとの説ありに初飛行し、試験飛行を引き継いだ。後に52回の飛行が行われたが53回目の飛行中に油圧系統の故障によりエンジンから発火、炎上した。この2機の破損した実験機は極秘裏に処分され F-117 及び B-2 といったステルス機が公開されるようになった。 現在でもトップシークレット扱いで、わずかに公開された写真を除き、その詳細は不明のままである。両機とも失われた、ハブブルーであったが、飛行試験中は、アメリカ空軍が誇る E-3 層機、警戒艦製機ですら、極めて近距離での状況以外、探知はできなかったなど、ステルス機としての性能を見せつけた。1978年11月、アメリカ議会は極秘に、 実用型ステルス戦闘機の開発を承認、本格的な開発に移行した。実用機である F-117 の初飛行は、1981年6月18日に、グルームレークで行われた。ロッキード社は F-117 を、カリフォルニア州パームデールのスカンクワークスが、アメリカ空軍工場42号、ロッキー工場10号で製作した後、 極秘にグルームレークに輸送、組み立てを行っている。機体の形状は、レーダー波を特定方向に反射させる、反射角を持たせるためひし形になっている。当時のコンピュータの能力では、局面のシミュレートは事実上無理があり、シミュレーションが容易な、角張った機体となった。航空力学的には、飛行に不向きな形状であるため、飛行姿勢は良いに管理された。 デジタルフライバイワイヤーによりコンピュータ制御される子により初めて飛行可能な機体といえる。直線基調の機体であり、最初に公表された一枚切りの写真が機体各部の角度を読み取りにくい方向から撮影されていたため、それを元に作成された非公式な三面図は実機とはかなり違うつんづまりなものとなっていた。後に正式な三面図が発表されて、 やっとその間違いに気づくほど、当時は、情報公開が少なかった。F-117 の実機が、完成すらしていなかった1980年、1981年説、ありから、すでに、アメリカ空軍は、戦術航空軍団直轄部隊として、トナパー、テストレンジ、TTR にステルス戦闘機部隊、 第4450戦術軍ザ4450トン H タクティカルグループを編成している。この第4450戦術軍のもとに第4450戦術戦闘飛行隊を編成し、F-117 の A-7D 攻撃機を配置した。当初は F-16 の配置が予定されたが、機体価格の高さから A-7D に決定された。 これは同時に、まだステルス機の存在が秘密であった初期の頃は、第4450戦術部隊を A-7 飛行隊として取得することも役立った。カモフラージュとして用いられた A-7D は後により安い経費で維持可能な T-38 タロンに置き換えられたが、転換訓練を行うパイロットは A-7D で完熟飛行を行っていた。 最初の F-117 の配属が決定したのは1982年5月であり、ジェームス・エース・アレン・大佐が指揮を取ることとなった。大佐は1983年8月23日の部隊による F-117 の初飛行も自身で行っている。部隊は1983年10月28日に稼働したが十分な F-117 は、 まだ配備されていなかった。このためパイロットの飛行時間を維持することが課題となり、飛行特性が似ていると言われる A-7D を使ってパイットの飛行時間を伸ばした。1988年1月、アメリカ軍事欠陥誌、アームド・フォーセズ・ジャーナルが、それまで伝えられていたステルス戦闘機 F-19 は存在せず、 F-117 というステルス機が極秘で配備されているというスープを行った。このスクープを受けたアメリカ国防総省はいつまでも秘匿としておくことが難しいと判断し、同年11月10日に F-117 の存在を公的に初めて発表した。この時明らかにされた項目は以下の通り、この乏しい内容に記者たちは質問を浴びせたが、 国防総省の報道官はノーコメントを連発している。回答を拒否した項目は以下の通りであった。下請け会社を秘匿としたのはそこから情報が漏れることを危惧したためとされる。また、戦術戦闘機という抽象的な任務しか公表していないため、搭載兵装や部隊の任務などは当然ながら極秘とさた。コソボ空爆において、 1999年3月27日に、セルビアの首都ベオグラード近郊上空で、米空軍第49戦闘航空団に所属する一機、コールサイン、ベガ31、シリアルナンバー、82から0806、1982年度、計8中の22号機が撃墜されている。同期は、1984年8月20日に、進むぞらして、 同年9月12日に空軍へ引き渡されており、湾岸戦争では第415戦術戦闘飛行隊に所属し39回出撃している。撃墜当日、同期は両機と共にネバダの基地から発進し大西洋を横断し、数回の空中給油の後、地中海上で最後の空中給油の後、ベオグラード近郊まで進むぞらしたところで撃墜された。 撃墜後パイロットは緊急脱出し、数時間後に救助されている。同期のキャノピーのフレームには、ケンウィズディウエル隊員と記載されているが、同パイロットは当時状態を控えているため、アメリカ本土にいた。当初はパイロットの名前、階級は公表されなかったが、デールゼルコ、デールゼルコ隊員、当時、2007年時中佐が当日操縦していたことが明らかになっている。また、 撃墜された時に、パイロットが、両機、ベガ32等を及び完成機に向けて発した、メーデー、メーデー、メーデー、ベガガ31、との連呼した救助コールと、それに呼応する音声、及び続いて発信された F-117 の遭難信号音等も、傍受され録音が残っている。次期のレーダーも外し、両機との交信も控えて、隠密作戦をする。 F-117 であるが、墜落時には敵側にも、防除可能な大きいキーを使って、救助発信を行った。実験当初、様々な説があったものの、その後、アメリカ合衆国、セルビア側の双方で公表され、当事者のインタビュー記事などもあり、概要は判明している。迎撃したのは、ユーゴスラビア防空軍。 第250地対空ミサイル旅団第3中隊で同部隊は海戦と同時に従来のミサイル基地から秘密基地に移動しており、海戦後数日で従来のミサイル基地にやってきた初の巡航ミサイルからの被爆を回避していた。F-117 の撃墜時刻に任務分担についていた8名の班の指揮官名はダニゾルタン中佐。 撃墜に利用された兵器は1960年代初期に登場した中引く高度用対空ミサイル s 1 2 5 n n e v e 西側名称 s a 3 v a である。当時の S-125 の射撃管制システムは、目標補足レーダー、追跡管制レーダー、広角レーダー、TV 追跡システムからなり、この第三中隊では、 西側の新英軍用機に対応するために、射撃管制システムを改良しており、レーダーの送受信機を改造して、超波長、低周波数の電波を利用して F-117 の探知を可能にしていたとされる。F-117 に対して発射された2発の対空ミサイルのうち、1発が F-117 の左翼を直撃し、F-117 は墜落した。 パイロットは当日の作戦について最初から撃墜されることを危惧しており当日の現地の天候が雨模様だったことも撃墜された原因の一つとして挙げているいずれにせよ見えないはずの爆撃機を狙い撃ちできたわけであるこの教訓からか最近のロシア戦闘機は SU-57 をはじめとして機種に装備している X バンドレーダーだけでなく 主翼前園スラットに L バンドレーダー N036L-1 から01を装備し、対ステルス対策としているとの説もある。セルビアの山中に墜落した機体の残骸は、ベオグラードの航空博物館に展示されている。一部の破片は、裏取引によって、ロシアや中国に回収され、SU-57 や1020といった、ステルス戦闘機。 あるいは対ステルス用の地対空ミサイルが開発されたとの情報がある。撃墜された F-117 の部品を入手した中国にとって最大のステルス技術の収穫は F-117 が木製の飛行機だったことだ。との笑い話も中国情報部で囁かれた。高いステルス性を持つ F-22 ラプター、B-2 スピリットが配備されたことに加え、 F-35 ライトニング E も将来配備される予定であることと、これらのステルス機が1時間飛ぶと30時間メンテナンが必要と、米議会で質問されたように F-117 も機体表面のステルス能力の維持に時間がかかり、費用も高くつくことから2008年4月22日をもって全機が退役した。退役後はネバダ州にあるで、 モスボールにて保管され、必要が生じれば復帰することもあるという。また、機密情報を保持したまま解体する最適な方法を探るため、2008年8月26日に一機が同実験場で解体実験に供された。しかし、2014年頃にアメリカネバダ州のトノパテストレンジにてこの機体が移動しているところを目撃され、 米空軍は未だに何らかの用途でこの機体を使用していると思われる。また、2018年7月にもネバダ州の空軍飛行場で飛行している機体が目撃されている。F-117 は敵のレーダーに発見されにくいステルス技術を全面的に取り入れた世界初の航空機であり、従来の航空機のイメージを覆す。 斜面体の形状をしているのが特徴であるが、一部においては、既存のジェット機の技術が採用されており、操縦系統は F-16 から、コックピットの機能は F-A-18 から、ナビゲーションシステムは B-52 から採用している。レーダーや赤外線などではできるだけ敵に発見されないように、以下の対策が施されている。 敵レーダー波を照射源方向に反射させないために、いくつかの工夫が行われている。これらの工夫によって高いステルス性能を獲得できた。一方で、ステルス性を最重視した機体形状は、空力学的に優れた形状とは言えず、最高巡航速度も F-4 などの主力戦闘機と比べて劣る。フライバイワイヤ技術により安定した飛行を可能としている。 F-117 では、レーダー以外のセンサーに対するステルス性も考慮、されている。例えばエンジンは、アフターバーナー非搭載の F404GEF-1D2 を使用し、排気口を機体上面に設けるなど、できるだけ赤外線によって発見される危険を減らす、工夫を行っている。使用していない間でも、外部からの電波をよく反射させ、使用すれば、 敵のレーダー警戒装置、RWR によって探知される危険が高いために、F-117 ではあえて機上レーダーを搭載せず、目標の探知や補足などには、機体下面の全脚部にある、目標指示用のレーザー目標指示装置や、機種剤全部にあるフリア、前方監視赤外線装置、機種下にある引き込み式のダライヤー、下方監視赤外線装置などを使用している。 機体が黒いのは夜間に飛行することで人の肉眼での死人も避けるよう夜間飛行に特化した塗装が行われているためである。また2003年12月23日にはシリアルナンバー85から083を1985年度会計発注の51号機が試験的にコンパスゴーストグレー主体の昼間ロービジ塗装を施してロールアウトし 2004年5月から第1文献隊ドラゴンチームで運用評価試験が行われたこともあり、評価試験中の機体は俗に、デイホーク、ヒルノタカヤ、ドラゴンチームにちなんで、グレードラゴン、灰色の竜とこれた。対地攻撃任務の多くの時間は、あらかじめ設定されたルートを自動操縦装置により飛行する。変態飛行はせず原則、単独飛行で任務遂行する。 全般的な特性はデルタ翼機のそれとほぼ同じである。その形状により、空力特性は悪く、フライバイワイヤーの使用により無理やり飛ばしているとも言える。そのため離着陸の速度は比較的高く、長い滑走路を必要とする。アオン速では機種が上がり、急旋回すると速度が大幅に低下して高度が下がり、墜落事故も起こしている。エンジン清流板がついているので、 飛行音は非常に静か。また、前述の理由と、アフターバーナーを装備していないため、スーパークルーズはできない。空対空ミサイルについては、自衛用に AIM-9L サイドワインダーを搭載可能ではあるが、機体試験で搭載と発射をしたのみで、F、F-117 の訓練に AIM-9 の発射訓練は含まれておらず、実戦部隊で装備された記録もない。 機関砲などは搭載されていない。F-117 は戦闘機を表す F ナンバーを冠している。しかし当時の技術力でステルス性を限界まで優先した機体設計のために厳しい軌道制限があり、また最高速度もアオ速に止まるため、実戦での空戦能力はないに等しい。このため f 十五や f 十六のような制空、迎撃ではなく、 対地攻撃や偵察に用いられる。そのため、本項目では、戦闘機と明記したが、実際の運用上は、攻撃機に分類される。命名当時のアメリカ空軍に攻撃機を示す、A ナンバーを使う習慣がなかったという説明が、なされているものの、米空軍は、すでに a 1 3ト e という A ナンバーを持つ、機体も導入しているため、信憑性は低い。 一説には、このような最新鋭機を操縦するようなパイロットは、軍用機の花がたたる戦闘機に乗りたがる傾向があり、鋭く尖った近未来的な形状と合わせて、F ナンバーをつけたという談話がある、とれている。さらに、F-117 という正式コードも、センチュリーシリーズにおいて、直前の機体は F-111 であって、112から116、 までの番号を飛ばしてこの名称にしている。これについては、117の名称を持つ偵察衛星や音響監視システムなどの画期的な製品にあやかって、あえてこの番号をつけたという説がある。あるいは、アメリカが秘密裏に保有するソビエト製戦闘機に F-112 から116が割り当てられており、万が一外部に情報が漏れたとき、 F-117 もまた、そういう機体だと、ミスリードするのが目的だったな、いろいろな説がある。航空関係者の間では、F-117 は、政治的な偽装名称で真実の正式コードは F-19 であることに疑いを持つ者は、ほとんどいないと言われるほどだが、今のところ当事者の米空軍からは、両者の関係につい何の説明もない。 百十七という数字は搭載エンジンの形式だという説もある。正式公開以前は同じく結番になっている f 十九がこのステルス機ではないかとする説が有力だった。また、この機体 F-117 または f 十九の姿が公表されるまでは実際の機体とは正反対に電波を特定方向に反射しない局面で構成されていると 言われ、丸い局面からなる、想像図がいくつかルフした。これを元にしたプラモデル、イタレリ社の F-19 ステルスなども発売され、フリスビーという愛称も付けられた。後の小説で、当該機を取り上げる際に、フリスビー部隊と呼ぶものがある。ロッキードから提案された、F、F-117 の海軍型。バブルキャノピーの採用、微翼追加、主翼の大型化。 若干装置及び構造強化がされる予定であった。不採用。存在が発表される以前は、ステルス機はレーダーに映らないと言われていた。レーダーは照射した電波が物体に反射されて帰ってくるのを感知して、対象の大きさや距離などを測定するので、ステルス機は照射された電波を様々な方向に乱反射させて、 レーダーに映らない程度に弱める丸みを帯びた形状であると想像されていた。しかし実際は電波を特定方向にのみ反射することにより探知方向を制限させるという予想とは全く逆の方式を用いていた。つまりレーダーに全く映らないのではなく偶然にも特定方向に反射したレーダー波がキャッチされてしまうこともあり得る。しかしそれは ごく短時間で終わってしまい、レーダー上に反映される気鋭は、飛行機と判別されないほど全く異なものとなってしまう。この関係からレーダー上での機影は、数あるアメリカ空軍の機密の中でも、最重要軍事機密となっている。これは f 1 1 0の名に限ったことではなく、B-2 や F-22 などの他のステルス機についても同様である。また、 特定方向以外に反射されるレーダー波も、皆無というわけではなく、極めて微弱で、RCS が極端に小さいというだけである。そのため湾岸戦争時には、短期で侵入した F-117 も、ユーゴスラビア介入の際には、ソ連製の濃密な防空システムをかいくぐるために、EA-6B 電子戦機の電子戦支援を受けていたと言われる。また、この事実は、 様々な方向に乱反射という手法では、ステルス能力が不十分であることを示している。反射するレーダー波の総量が同じであれば、当然ながら、様々な方向に乱反射させたレーダー波と、特定方向にのみ反射を制限し、その方向以外への微弱な反射レーダー波を比較すれば、前者のレーダー波の方が強くなる。時期のレーダーがないため単独では、周辺の滝の飛行が全くわからない。 平時にこのまま飛行すれば遊軍機や民間航空機なども F-117 のステルス特性のためにお互いがレーダーで見えないので非常危険である。このため基地から基地へのフェリー時など非戦闘行動時にはレーダーリフレクターと呼ばれる突起を胴体側面に取り付けレーダーへの反射を確保する。エンジン排気口は機密とされ、 従来は後方からの撮影が禁止されていたが、現在では一般雑誌などでも見ることができる。排気口は押し潰されたように極端に横方向へ押し広げられており、清流フィンが内部に並んだハーモニカの吹き口のような形状をなしている。これに加えて排気口の真下に吸熱タイルを配置して排気温度を下げる工夫がされている。 レーダー探知を極力避けるために非金属素材が多用されていると言われ、コソボ紛争で撃墜された機体編の写真では木材が使われているのが確認できる。F-117 の直線的デザインは今までの航空機にはないものであり、各方面に大きな衝撃を与えた。そのため一時期は、この独特な形状はステルス設計に 必須のものであると解釈されたこともある。ただし上記でも述べた通り、これは当時の設計用コンピューターの能力による限界のため、このような単純な設計でしかレーダー波の反射のシミュレーションができなかったからである。一方、ロッキードほどのコンピューターを持たなかったノースロップは、ステルス技術の開発は、元ヒューズ社のレーダー技術者であるジョンキャッセンの 経験により乱反射の低減を主,目的に主体に、凹凸や鋭角を作らないことを根幹として、粘土を使った模型による実験により行われ、さらに、ノースロップ B-2 爆撃機の設計時には、技術が進歩したコンピューターを使用し、局面でのシミュレーションを可能にしている。ただし、表面形状を維持するための整備は、平面よりも、局面の方が、はるかに困難になるため、 B-2 の局面設計は同時に整備コストが大きくなるという問題を生じさせた。実戦で使用される戦闘機、攻撃機にはパーソナルマークやパイロットの TAC ネームを機体にペイントする慣例があるが F-117 ではステルス性を損なうことを理由に上層部から許可が降りなかった。しかし現場の兵は色々と試案した末に 爆弾層のドア内面にペイントを施した。ステルス性を重視して作られた F-117 とはいえ、爆弾層の内側の塗装はごく普通のオフホワイト塗装になっていたかである。また、F-117 退役セレモニーの際には、多くの関係者たちがこのドア内側に、サインやメッセージを書き込んだ。湾ン,ン戦争において F-117 パイロットは、 非常な負担を強いられたが、これは、その非特性及び整備性と、その長時間飛行によるところが大きい。通常の攻撃機ならば押し上げられる戦線に伴って、発進する基地も前方に移動できるため、爆撃ポイントと基地での距離がそう変わることはないが、F-117 の場合は、秘密と整備を満足できる基地がそう多くあるわけもなく、結果として、海戦当初から、 戦闘集結まで同じ基地を使用せざるを得なかった。F-117 に付きまとう短座、アオン即飛行そして夜間限定という条件とともに日々爆撃ポイントが遠ざかっていく中で一回の攻撃にかかる時間は伸びていき、最終的には5時間を超える長時間ミッションになってしまった。その後 GPS 誘導システムなどを充実させることで、 負担は軽減されたものの、パイロット不足などの関係から近年に F-15E でも同種の長時間ミッション問題が発生している。存在こそ確認されていなかったが、F-117 の存在は1980年代半ばには、公然の秘密となっていたため、核軍事関係書籍などでは、F-19 と仮定されたステルス機の創造図が数種類発表されていた。 共通していたのは、機体の各部が曲線で構成されており、垂直尾翼が内側に向いているなど、同じロッキード線軍用機である SR-71 を小型化したようなデザインであった。F-19 という名が一人歩きを始めた。原因の一つが、イタリアにある、プラモデルメーカーのイタレリが1987年に製作、販売した同名のプラスチックキットがあった。 このキットはアメリカの開発した極秘のステルス機を独自の情報源により再現したと謳われていた。また当時漏れ伝えられていたステルス技術を反映してミサイルなどは機体内に搭載する機体は曲線で構成され2枚の垂直尾翼は内側に傾斜しているといった形状をしていた。蒸気のようなステルス戦闘機に対する関心や憶測。 マスコミなどがモテはやしクリスマス商戦の目玉商品となったことからベストセラーとなった。このキットについて国防総省のスポークスマンに記者がコメントを求めたが、ある程度の航空機についての知識を有するものならば、この程度の形状は想像しうるだろうという肯定も否定もしな返答であった。この否定されない返答がこのキットの売り上げ像に拍車をかけたとも言われている。 F-117 の開発を行っていた時期に、スカンクアークスの責任者だったベン・リッチは引退後、実著の中で、このインチキ戦闘機と車内の内紛のせいで、ロッキード社の機密保持に問題があるとした、アメリカ議会の公聴会に呼び出されそうになった、本人の出席は免れたが、当時のロッキード社の社長が出席していると記載している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。